えー、こんにちは。速化塾の久保でございます。あの、電力会社のネットワークビジネスで、えー、代理店事業といいますかね。あの、紹介紹介で繋いでいくやつなんですけども、アンビットエナジーっていうのがあったと思います。えー、私はですね、こちらの方に少し関わったんですけども、えー、最近のね、えー、電力需要の変化によって、なかなかね、あの、大手電力会社でなければ、価格や営業が維持できないところがありまして、このアンビットエナジーも同じように、 お客様へのおすすめとして、えー、2022年5月31日までに他の電力会社に切り替えてくれませんかっていう形で案内が出ておりました。で、もしかして6月に入って急に電気がね、 止まったよっていうところは、この切り替えをしてない可能性があるんですよね。まあ、ですんで、こちらの方にご連絡いただいて、もしくはエネチェンジというところに、またね、電気を切り替えてってことになります。まあ私としては一通り見てきたんですけども、やっぱり残念ながらね、こういったリスクがありますんで、大手電力会社、ね、関西電力とか、東北電力とか、いや、ああいったところと契約するのが一番まあ、うん、バランスがいいのかなと思っております。もちろん、これからの電力需要によっては、 また民間でね、有利な契約会社が出てくると思いますんで、やっぱり情報を取りながら、ポン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 切り替えていく形が、まあ、ベストなのかなと思います。まあ、今のところはね、えー、いろんな情勢がかぶさってですね、なかなか電力供給が思うようにいかないということで、大手電力会社が一番いいんじゃないかなと思います。えー、それでは以上です。